ドジャースに移籍した大谷翔平投手29と新たに同僚になるド軍のムーキーベッツ内野手31が大谷加入を歓迎した。自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。大谷の背番号17の新しいユニフォームがかけられたクラブハウスのロッカーの写真とともに、日本語で、LA へようこそ、と書き込んだ。ベッツは今季152試合で打率3割7厘、39本、107打点、OPS、987。大谷との共闘が期待される中、ロッカーを使った投稿が話題を呼んでいる。これ地味にひどくて草。真のロサンゼルスへようこそってことだろダブル。ムーキーベッツが日本語投稿してるんすご。ムーキーベッツ、インスタ日本語でウェルカムしてて可愛い。トラウト選手との絡みが見れなくなるのは寂しくなるが、ベッツ選手との絡みがたくさん見れるのは嬉しいわ。大谷を語っているトラウトとベッツの対談の再生数増えるだろうな。地方マイクトラウトさん所属のロサンゼルスエンゼルス、ロサンゼルスじゃなかった。ベッツにフリーマン、カーショーもいる。なんとかこのチームでワールドシリーズ制覇してほしい。もうマイクトラウトの脳破壊始まってるやん。早すぎるやろ。大谷さんもベッツと仲良く話してたし、実は大谷さんもベッツに憧れてるだろうし、ベッツも大谷さんが好きみたいだから、嬉しいんやろなぁ。というよりトラウトの友達よな。兄貴から翔平をよろしくと言われているんやろ適当。憧れるのはやめなきゃいけないリスト入りのスーパースターであるベッツにリスペクトされる大谷。えぐい。ベッツが日本語で大谷を歓迎するストーリー上げて、大谷がそれをメンションする。世界は素晴らしい。ベッツが日本語使って大谷歓迎してんのやばいな。ベッツ、フリーマンのプライム3年でチャンピオンを取りに行ってくれ。その後の暗黒時代が怖いけど、勝負どころやろ。ベッツのインスタ、大谷くんに日本語で LA へようこそって投稿してるけど、もともと LA やろっていうツッコミはなしにしときます。